やっぱりこう今現在の美術館っていうのはすごい決まってるっていうのがあると思うんですけれどもあのまあすごい個人の意見ではもっとその古いというか伝統があるものともっとそういうコンテンポレリーな要は今現在のものがもうちょっと混ぜたような美術館があったらすごい面白いかなとは思うんですけど今は結構。 何々ナショナルミュージアム何々コンテンポラリーアートっていう感じなんですけどあの私の目線でもっとこういろんな世代があの伝統のものも楽しめるようにもっとモダンな環境にしないとなかなか興味引っ張らないんじゃないかなっていうのは個人の,あの,あの思ってることなんでもっと そこにその伝統のものがもっとモダンな環境とモダンのコンテンポラリーのものと一緒にディスプレイとか飾るとすごくワクワク感ができて楽しいんではないかなとは思ってます。個人また個人のことなんですけど、自分が外国に行くときに僕こあの例えばジャズとかクラシックの音楽とかそういうのを聴くながら美術館行くんですよ。でも日本はあの音楽とかはつけないの。 要はもっとと静かとか要は私その環境を楽しめるのもするのたまにそんなにこうあの、まあ、変な話でアートそんなに見なかったとしても一通りに美術館行ってすごく楽しんでたっていう気持ちもあるの要は建物雰囲気その静かな部分であったりそのまあ環境ですねがすごく大事かなとは思います。 全てのエエエエククススススペペリリンンとというかそのそうそトータルエスペリエンスは大事と思います、うん。まあ要は意外とその、まあ、日本のアプローチはちょっとこう安心なアプローチが多いとは思うんですけどそこはまあ英語でよく言うの Rock the boat もうちょっとこうチャレンジしてもいいんじゃないかなっていうのがあるんですけどで日本ってすごく面白いのはやっぱりこう伝統のお寺だったり神社であったり 本当にこうあの歴史がたっぷりあるようなものがたくさんあってでさっきも言ったようにそれをどうやってモダンなアプローチもちょっとこうワクワク感ができるような状態ともっとたくさん開会、まあ、もそうだし日本人がもう一回美術館に遊びに行くっていうような状態ができるんではないかなとは思っています。うん、個人的にすごいあの2つの あのすごく関わりたいなと思っております。一つは花がどういうふうに環境にあの加えていくことができるかっていうのが一つとして、あともう一つすごくあの個人的にチャレンジしてみたいのは、そのどういうふうに日本の伝統なアートが面白く飾れるか、あの要はコンテンポラリーな空間の中にもう蛍光ピンクのボールに伝統的な日本の絵を貼ると。 なのかどうなのかっていうの,はそのもう少しこういうワクワク感があのできるようにっていうねもちろんその伝統をキスをつけないながらやるっていうのはもちろんずっとのつもりなんですけど何かそういう遊び感今の2020年に向かってな考え方ですね。うん、やっぱり宮ののん一つとてもいいこう あのエクサンプルとしてやっぱりあの神社はそのままずっと神社のままだともう続けられないっていうのもあってどういうふうに何かをこうワクワク感をあの出して、えー、面白くなるっていう形でで今回はあの、まあ、3回目をねあのお花を飾ってやっぱりこう私もそのあの神社のこうとてもリスペクトを持ってるの。 建物体だったりこうあの古いのものだったり伝統のものもう本当に宝のものが一つの場所にまとめてそれをすごくこうワクワクもう緊張しながら花を飾ってるっていうのがでもそこがすごい大事だと思うんで、ね、いきなりにその要は伝統のリスペクトなしでいろいろやるとは台なしだと思うんですけれども本当にその,あの伝統を分かった上いろいろチャレンジする。 今回の一番私がすごいプライドを持ってっていうのは相当理解ができるまでっていうのはまあいい意味で交渉があったんですけど太宰府天満語の通りを全部ピンクの布を何千メートルの布を巻いて一つの作品を作ったんですけれどもやっぱりそういう作品ができるのは本当にすごく嬉しいなと思っているしあとは まあ伝統と今現在の,そのコンテンポラリーなデザインが融合できたっていうのは思ってますけれどもワクワク感と新しいこうアプローチですよね、うん。